はい、皆さんこんにちは、あちでございます。琥珀の二言やっていきたいと思います。いやー、ちょっとね、私のね、喋りが明るくなってるでしょう。進捗があったからね、明るくなってしまいますよ。じゃあ行きましょう。どこまで聞いたか、使用人まで聞いたんだよね。客のこと、俺が知るわけないだろうと。その他のこと聞いてみましょう。琥珀館について、俺が日本を離れた時はまだこの家は出来上がっちゃいなかったが、随分立派な屋敷になってしまってたんで驚いてるとこだぜ。やっぱそうだね、この屋敷初めてです。はい、いや私もね、こんなにゆっくり文章を読めるのは久しぶりなんでね、ちょっと嬉しいです。掛け谷貿易について、掛け谷貿易は相変わらず儲かってんじゃないのかと。遺産について、もちろん親父の遺産はこの俺にも遺産を分けてもらいたいもんだよと。いやでも考えたら、事業が成功しとったらいらないじゃないのと思うんですけど、やっぱ人間ってね、むさぼるんでしょうね。いや私もね、私も今こんなにね、こんな状態だからね、一発当てたらもういいやって思ってるんですけど、例えばですよ、例えば年収が1000万ぐらいいってですね、1000万あったらそこそこ裕福、いやそこそこじゃないよね、結構裕福に暮らせると思うんですけど、それじゃあ多分なった時に我慢できなくなっちゃうんでしょうね。きっと、まあまず生活リズムが上がるからね、どん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 いいのを欲しがるんでしょうね、おそらくね。私も今なんか軽4の車で十分満足してるんですけども、これが変わっていくんでしょうね、大きな車乗っちゃったりすると。でもね、もう私軽の次乗るとするとね、トラクターヘッド乗りたい。トラクターヘッド欲しいな。でもあれ高いからね、維持費も高そうだし、トラクターヘッド乗りたいな。でも運転するとこないよね、絶対あの狭い国道なんか行けないもんね。まあそれは置いときまして、続きましょう。仕事について、俺はいろんな商売をやっててなと。母親について、俺を産んだおふくろは俺を産んだために死んだ。あ、この人が原因か。あ、末っ子だもん。そうだ、産後日立ちが悪くてって言ってましたね。西洋コッパイについて、なんだいそいつはと。何か気づいたことは、お前客のくせにやたらいろいろと聞きたがるやつだぜと。いや多分ね、あなた一番まともだわまともというか、あんた一番になんか言ってくれそう、この後。さあ他に人に話しかけましょう。え、何のようだと。まあこの人もね、この人は白だと思うんで、まあただこの厚尾さんはね、まだ白か黒か分かんないね。でもこの人はちょっと私の中では、結構好印象ですよ。嘘言わない気がする。言葉悪いけど、口悪いけどね。コータルの事件が起こった時、俺がどこにいたかって変なことを知りたがる男だな。あ、俺はあの朝1階の客室で寝ていたよ。ちょっと待ってね。ああそうだね、客室で寝ていたと。で萩原さんは屋敷にいたと。あ、まあだから合ってんだね。で家族のこと、はい、ルイも義理の娘は出来損ないのバカ息子たちの母親としてもうボロカスだね。あいつはいつもルイのことをいじめてやがるんだ、俺には分かってるぜと。あいつも何を考えて。あ、そうだ、ここに厚尾さんが入るんだわ今度。みっちゃんね、あの女もかわいそうになと金で買われて、ルイの息子だ、ルイの娘で結構かわいいぜと。そうだね、リンダロ君のことはボロンチョに言ってますもんね全くわがままなばあさんだよと。この前きの娘でと。体の場合かわいくないガキだぜと。あっちゃん、あつおとは久しぶりに会ったぜ、ふふふ。なんかこの二人あるんだね。吉明さんね、お前はあの吉明の友達だそうだな。言っとくが、俺は吉明みたいに真面目腐った顔をした男が大嫌いなんだ。だからお前ともきっと気が合わないだろうさ。いやいや、私はかなりナンパなんでね、もう見た目から派手だみたいなんでね。さあじゃあね、家族のこと聞いた。あ、なんだお前は、間違えちゃった、ごめんなさい。何のようだと。使用人のこと聞いてないよね。そうだね、家族のこと聞いて、あ、こうだね、こうだから、こうだね。はい、たっちゃんね、もしのつかない男だ、
俺がこの家に来るためにあの男は嫌な顔をしてみせる。おお、セリフは変わったような気がする。ニア版のジジイ運転手だ。それにしてもお前やけに人のことは気になるらしいな。初世だ最も真面目ぶった男ぐらいこの裏、その裏では何をしているのか分かったもんじゃないがねと。家庭教師の女先生だ。あの先生この間俺に向かってこう説教しやがるんだ。ゆうきさん子供たちに悪影響を与えるようなことはあまり話にお話にならないでください。だったや全くそんなことを勝手なお世話だと。本意けすかないババアだと。お前に話すことは何もないなと。ケチなコックでよ。ああこれ酒ね。もうほんと酒はダメですよ。ほんとね。あの自制できない人はやめた方がいいです。私みたいにね。私は自制できないから。ほんとね。いや自分がこんなに自制できない人だなんて思わなかったね。じゃあ次はね、客のこと知らんなと。紅白館について。外国から仕入れ取ってたのかわからんぜと。何をね。遺産について、遺産はもちろん光太郎と一緒に苦労を共にしたルイに渡されるに決まってるだろうと。金？ほう、俺が誰から金を借りていようと、お前には関係ない話だろう。つまらん話は聞くな。借金ね。あ、またセリフ変わった。結城さん、あなたは影谷さんにお金をと。あ、なんだお前は。一体に俺に何が言いたいんだと。結城一馬、そう見声でそう言って私を睨みつけた。お、いいね。話が変わった。この人借金があるんだね。じゃあうまいこと言ってないんだ。西洋コッパイについて。西洋コッパイだと、ほう、お前よく知っているのは、そいつは西洋の占いに使うカードのことだ。なあ、カードで自分の未来を占ってみるのは案外面白いものだぜ。死んだ金谷幸太郎も。いや、なんでもないさ、ふふふと。ああ、占いであんまりいいのは出なかったんだね、きっと。何か気づいたことは。あ、勝手にセリフ飛んじゃった、今。自動で。どうも俺は邪魔なようだから失礼するよ。じゃあな、かけたやつはそう言って部屋を出ていった。今勝手に飛びましたね。なんで出てたんだろう。あ、今あつおさんが出ていったんだね。かけたやつはそう言って部屋を出ていった。お、話しかけてみましょう。またね。あ、なんの言うんだと。お、あ、これはあれだ、問い合わせるモードなんだ、きっと。問い合わせるというか、はっきりさせるモードなんじゃないこれ。マーダークラブでもあったでしょ。なんでしょう。取り調べ室。あ、そうそう、取り調べだ。今から取り調べだ。事件の話をしましょう。幸太郎殺害について。結城さん、あなたは影谷さんの事件について何か知っているのではないですか。あ、これだから借金のことで変わったんだね。なんだその目は。誰に引き込まれたのか知らんが、お前はこの俺が幸太郎に毒を持ったとでも言いたいらしいな。ほん、全く失礼な男だと。あ、もうこの人本なら追い詰まっちゃったんだ。多分今の借金の話と西洋コッパイかな。西洋コッパイの気がするね。結城さん、あなたは影谷さんの事件について何か知っているのではないですか。ああ、変わんないね。追い込んでいきましょう。証拠品見せましょう。レースのハンカチ関係ないね。結城さん、このハンカチに何か心当たりはありませんか。それが一体どうしたって言うんだ。お前の女の忘れ物じゃないのかと。いや、巡回してみるもんですね。西洋コッパイ見せましょう。お、死神のカード。お、結城さん、あなたはこのカードについて何か知っていますね。ああ、それは幸太郎が自分で引き合っていったカードだぜ。あいつはな、西洋コッパイで自分の未来、あ、将来を占ったんだ。そしたらあいつはその死神のカードを引いちまったんだよ。ほほほと。ただこれカードの、正位置で出るか逆位置で出るかでまた違うんですよね。なんかね、なんかそんなこと聞いたような気がします。ああ、セリフ変わんない。で、真実を問いただしてみましょう。現場で何を見たのか。結城さん、あなたは事件当日この家にいらしたそうですね。それがどうしたというんだ。この人は事件当日いましたからね。客室でいた、寝ていたと。誰をかばっているのか。結城さん、あなたは何かご存知なのではありませんか。何を言い出すんだと。誰に頼まれたのか。ああ、この辺マーダークラブと一緒だ。
ゆうきさん、もしかしたら誰かに頼まれて鍵谷さんを。ほん、何の話だ。俺には何のことかさっぱりわからんなと。え、何を隠しているのか。ゆうきさん、何を隠しているんです。ほほほ、俺が何を隠しているというんだ。ゆうきかずま不敵な笑いを浮かべたと。これ借金だよね。はあ、事件の話しましょう。変わんないね。証拠品もう一回見せましょう。変わんないですね。性欲おっぱい。変わんないですね。で、真実といたしましょう。この家にいました。何を隠している？変わんないね。さっぱりわからんなと。何かがまだ足んないのか。何かがまだ足んないのかもわからないね。これ巡回ですよ。これ巡回です。これは巡回ですよ。何度見せても変わんないか。変わんないね。失礼なとこだった。これはちょっと。よし。これはね、ちょっと自分の部屋戻りましょう。今ここどこだい？客室だね。一回客室。ちょっと自分の部屋に戻ってみましょう。はい。私は2階の客室に戻ったと。事件の状況を見てみましょう。はい。人間関係の分析。これでね、今、これは、変わってないですね。ただ、アツオくんが帰ってきました。アツオくんって言っちゃったね。アツオさん帰ってきました。あと、この、このリンさんもいるのよね。あと、この、エイコさん？ヒデコさん？これは、英語から取られたんだろうね。アツオくんはなんでアツオなんだろう。トンコ？これトンっていう字だっけ。こんな感じですね。なので千代さんと綾さん、もうこの辺は綾さんとは血がつながってるんですよ。千代さん経由で。こことはつながってないんですけどね、綾さんとはね。ただここはつながってるんですよ、今度はお父さんで。ややこしいね、本当に。さあ、じゃあね、証拠品の分析。まだこれ不明だね。容疑者の分析。カズマさん。結城カズマ42歳男。コウタルとの関係は義兄、類の兄で。職業料亭系ですね。アリバイ、一家の客船に寝ていた動機、借金の返済を迫られていた。迫られてたんだ。もう言い切ってんね。容疑濃厚。現在、時間にかん、容疑濃厚なんだ。桐谷さんはね、俊彦さんは濃厚ではないんですよね。何か関係がありと。捜査段階の評価あんま進んでないね。あ、でも30点いった、情報の収集が。じゃあこっからだね。じゃあ続きいきましょうか。ちゃんと残ってるわ、よかった。食堂行きましょう。条件が進んだの、この組み合わせってびっくりしちゃった。はい、周りに寄せましょう。食堂では影谷瑠璃と女中のふみが何か話をしていたと。はい、話しかけてみましょうね。何でしょうかと。事件についてね。実はあの事件が起こった前の晩、あ、これ変わんないですね。で、家族のことね。孝太郎さん変わらないと思います。で、ここで厚尾くんが増えて、厚尾さんが増えてるんでね、またくんって言っちゃった。はい、はい。やっぱ2回話しかけるのは大事だね。2回コマンド実行するのは。アツオさんね。あのアツオさんは、リチロちゃんが生まれてすぐに外国行きの船に乗ると言って、この家を出て行った人なんです。生まれてすぐに。リチロくん。リーチローくんはいくつだっけ ?10 歳だから、あ、本当に生まれて、あれか、生まれてこの屋敷が立つ間に出てったんだね。リーチローくんが生まれた時にはこの屋敷でも建設中だったと思うんですよ。それも知らなかったのかな、わかんないですけどね。
外国行きの船に乗ると言ってこの家を出て行った人なんです。まさかこんなに突然帰ってくるなんて驚きました。いやもうそら遺産でしょ。だから死んでしまったっていうのは聞いて帰ってきたんでしょう。遺産をもらうためにね。まあ遺産、俺にも取り分があるって言ってましたから、遺産のために帰ってきたんですね。で、それが終わったらすぐまた元に、あのハワイに帰るというような感じでしょうね。はい、吉明さん。吉明さんの父親はこの、主人の弟なんです。主人は小さい頃に両親を亡くした。あ、これは変わりませんね。はい、風間さんね。じゃあね、ちょっと途中ですけど、お時間のよろしいので、この辺で終わっておきたいと思います。わー、なんか楽しくなってきちゃった。じゃあね、終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。